はい、ぬか団入ってます。ぬか団入ってます。もう天国ですね。入ってきた時にぬか団はもうめちゃめちゃいい、あったかい。みるみるランド、はい、今加藤もたさんの方に歩きました。はい、もうね、目の前に来たのが DD です。すごい迫力ありますよね。仮装されてるんです、もうすでに。上もすごい高いですし、すごい室内が広いです。やっぱりすごい優しい、もう全部木って感じ。そう、厚みがめちゃめちゃいいですね。で、下のこのスペースが大きいから相当積み込めますね。すごく広くなっているのと、かわいいね、丸窓もついてます。686万円あ、でもね、普通免許で運転可能ってことですね。高いよね。室内空間がめちゃめちゃ広いです。高いです。フレーズいいですね。忙しい自分を連れ出してくれる DD、うん、確かに。こっちはブルームーン、人気あります。はい、常設のね、2段ベッド、これ引き出すとダブルになります。はい、加藤さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい楽しい体験をさせていただいた上、お酒まで送っていただきました。めっちゃ寒そうでした。日本酒で温まっていただいて。はい、ね、うちらの動画でもすごい、ね、いろいろ紹介していただいたりできたので、ありがとうございます。なかなかキャンピングカー作り体験っていうのができないですからね。そうですね、本当貴重な体験させていただいて、やっぱり工程見ると、あ、こんなに断熱材入れてるんだっていうのもそうですし、で、発見があったのも楽しかったです。ありがとうございます。よかったです。この会場もね、すごく大きくて皆さんね、撮られてるので見てらっしゃるので、私たちも一緒に見ていきたいと思います。はい、ナローロングトレイン、なんかやっぱ色が温かみのある色で、いいですね。本当に優しい。はい、お疲れ様です。この間もね、撮らせていただいたんですけど、やっぱりすごい素敵ですね。横の波になります。シートがまたすごくいいですね。本当インパクトあるし、そしてね、とても座り心地がいいです。はい、こちらね、人気のやっぱり普通すごい人気なんですけど、この収納、はい、この収納ね、私この間いつの間にって言ったんですけど、すごい好きなんです。ずーってロゴが。はい、カーショップ37さんの方にやってきました。やってきました。はい、こちら福岡のビルダーさんです。はい、あ、ロデオミニ、これらです。結構ね、人が密集しております。N バンベース、キーキャン。はい、これでも50キロです。グラグラとなってますね。注目度高いですね。皆さんすごい見てらっしゃる。
いいね、このお手頃なね。バージョンです、はい、これねすごい人気なんですよ。なんと畳なんです。畳バージョン、そう、畳がすっごい人気がある。モック2、夏も冬も快適、うん、CRS さんの方にやってきました、はい、こちらね第4ホールにやってきました。 CRS さんのブースです。ハイエンドジュースの車両がお見せします。ハイエンスいいですよね。バンクは違うんですか。中がすごいね、見たことのないシートになってるんですよ。ブルーが2強になってます。でシンプルに2段ベッドになって、こちら今は正解としてリビングスペースになっております。はい、後ろからもねちょっと拝見していこうかと思います。はい、シアベルさんのこちらシーズンネックスですね。498万円ということで、ということで明かりがねしっかり明るくなってるなっていうのが印象的ですね。で、ここなんとシャワーがね、ここから上につながって上から浴びられる、外でシャワーができる、はい、シャワー浴びられるようになってます。はい、あとね、外部電源ここから取り入れられるようになっております。うん、はい、オートスピリットさんです。はい、ケイキャンです。こちらの体験しましょう。コンビタイプ2ということですね、はい、4人組の2人就寝です。お値段が259万円ですね。エブリーがベース車両です。エブリーなんだけどもね、かわいいですね。すごいフェイスがもうね変えてあって、とてもエブリーとは思えないかわいいスタイルになっております。そしてここの中がねフルフラットにこう畳んであげるとなる形ですね。でちゃんとカーテンがねついているので、寝るときもプライベート空間を保てるようになっております。あ、ね、後ろにこう出てくるキットがねあって、ここにちょっとテーブルとして使える、外でも使えるっていうのがいいですね。あとフロントの部分、ここ全部ベージュと淡いクリーム色じゃないですか、はい、上のなんていうんですかね、バイザー、バイザーがお揃いなんですよ、あれめっちゃ可愛い、あれ気分上がりますね。チョイキャンです。はい、ユーズネットさんのボスです。職人さんの手作りなんで、ちょっと後ろからね拝見しようかなと思います。もうフルフラットになってるんですよ。こういうところがねすごい本当手作り感のある、そして家具職人とかがあると思って作ってらっしゃいます。ここは開かないのかな。このままできるだけキットを開けてあげるとちゃんとねこんな感じでスペースがあるので、いろいろ収納することもできます。真ん中らへんに、はい、こちらね、ティーグローブさんのブースにやってきました。トレーラーですね、すごいなんかアメリカンの空気が出ますね。
いと思います。気になる。お邪魔します。おー、めっちゃアメリカン。もうね、ベッド展開ベビーってしてますね。ダブルベッドだけど大きくって、多分大人3人ぐらい余裕で寝れそうな大きさです。で、窓がね、ボンボンボンと3つ大きく開いていて、収納もね、上にいっぱいありますし、ライトもね、すごいいっぱいついてます。で、エアコンもついてますし、こちらはね、空気入れ替えできるようにもなっております。そしてなんと私の好きな冷蔵庫がついてるんですけども、大きい大きいね、この冷蔵庫ね。この冷蔵庫めっちゃ大きい。もう、あ、お水がね、めちゃめちゃ入ってる。水がいっぱい入ってる。大容量もう引いております。あと、こっちはトイレ、シャワーです。あ、本当ですか。あ、じゃあ、ゆきさん、はい、振り返って、はい、開けます。トイレの、はい、下の上に座ってシャワーを見られるようになります。あー、なるほど。ここに入って、ここに座りながら、はい、シャワーを浴びることができる。おー、楽でいいですね。いいですね。本当だ。立ってもできます。ゆきさんの身長で。あ、172センチですけど立てますね。立てます。おー、はい、ちゃんと立って。広々してますね、このスペースが。あー、ですね、すごい。あれと13は違う。あ、下にも。あ、開きますね。あ、クローゼット、大きなクローゼット。たくさん服が入っております、もうすでに。はい、便利便利。で、その下にはコンセントがね、ついています。で、なんと私の好きなキッチンスペースです。もうね、三つ口コンロ見つけちゃいました。はい、ありました。三つ口コンロ。いいですね。そして、はい、こんなところにももう使ってる感じ満載でいいですね。すごいリアリティがあります。やっぱりね、こういうところがちゃんと入れる場所になっているので使えます。そしてこう、はい、あ、しかもこれ以上いかないより、ちゃんとね、ここで止められております。いいですね。ちょっと調味料とかね、入れてもいいですね。で、これお湯と水がちゃんと出るような感じで、シンクもついてますね。はい、で、ちゃんとこちら収納がね、いっぱいあります。わー、でも本当明るくていいです。アメリカンです。マックリンさんのブースにやってきました。で、中がね、すごい豪華なんですよね。すよ、ちょっと覗いてみましょうか。はい、中は体験してきた。さあ、中入って。バレンシアレアエントランス。高い。はい、床暖入ってます。床暖入ってます。もう天国ですね。入ってきた時に。床暖はもうめちゃめちゃいい、あったかい。で、この広々とした室内、非常に明るくてリラックスできます。普通だとここだけがメインってことが多いんですけど、後ろから乗ってきているおかげで、ここまでね、全部リビングスペースになってるんですね、うん、で、このね、間接照明もついているので、すごくね、明るくって、しかも雰囲気がいいです。で、今ついてないですけど、付き合うと思ったらここにもね、テレビとか行けそうな感じがしますね。はい、そしてなんとね、私のここまでバンクベッドがガガッと出てくるので、もうそれ全部ベッドになってしまいます。で、こちらにウォークスルーするときはこの、はい、このね、シートを一回こちらに避けていただくと、ウォークスルーがしやすくなっております。あとね、やっぱりこの窓が大きいから本当にね、明るく過ごせるのと、この中にはなんと今送風されてるんですが、エアコンが入ってます。なのでね、涼しく過ごせるのと、あとこちらにちゃんと換気もできるような形になっています。間接照明もすごいですね。すごいですよね、素晴らしい間接照明。
そしてここ今開けられないんですけども、ちゃんと収納スペースと電気もねついております。じゃあゆっくり帰っていくさんの方行きましょう。はい、ここがね冷蔵庫、冷蔵庫に上にあるので取り出ししやすい、うん、しやすいですね。でここにもガンダムを持ってます。ちょっとしたクローゼットみたいな、洋服かけられる、洋服かけられますね。はい、あとねここキッチンがね、ここもキッチンだしこっちもキッチンだし、あ、両面キッチン、ね、両方出てきていいですよね、うん。でここは IH、 IH でもすぐに調理ができる状態。電子レンジ、あ、電子レンジ出てきましたね。ちょっと温めるのに便利ですからね。下は、あ、引き出し式、うわ、すっごい深くて大きい、はい、あって、でこちらがシンクになっておりますと、はい、で上にも収納があり、でこの換気扇になってますね。あ、換気扇ってことは下、あ、やった、ガスも使えるんですね。ね、おお。で、ここIH だけじゃない、ガスも使える。棚があります。棚があります。こんな感じです。すごい高級感が漂うキャビコンです。はい。そうなんですよ。で、あの安いのソリを任せまして、それを引っ張るための雪上車を日本で作ろうということで。これソリなんですね。ソリですね。面白い。ソリなんだ。間違いなくソリですね。はー、まあ、エアスリム本社はイメージカットだけ、写真だけなんですけど、うちはじゃあこれ動画にしようということで、